俺の名前はアキラ、37歳独身。ご飯のお届けに上がりました。俺はこうやって温かいご飯の配達をしながら生活をしている。5年前に派遣切りをされて以降ずっとこの生活だ。その少し前に両親を亡くして天涯孤独だけど、実家は残ってるし生活はできてる。この仕事だって悪くはないけど。遅いんだよ。はい、すみません。こういうお客さんもいる。ちゃんと拾っとけよ、おっさん。ご利用ありがとうございました。でも俺はこんなことで怒らない。俺には心の支えがあるから。ここが俺のオアシス。俺はここで本当の愛を知ったんだ。いらっしゃいませ。はるかちゃん指名で、オプションは全部つけて。かしこまりました。これが俺の大事な人だ。行きましょう。今日もいっぱい可愛がってあげるからね。俺はこの子といろいろなことを経験した。一緒に旅行だってしたし、クリスマスに一緒に出かけた。それにはるかは俺の誕生日も欠かさず祝ってくれる。俺はこの子のためなら何でもする覚悟がある。その気持ちは誰にだって負けないし、それに彼女だって俺を求めてくれてるはずだ。はるかちゃん指名で、オプションは全部ね。すみません、今日ははるかちゃんお休みで。俺は何も聞いてないぞ。すみません、すみません。なんで休んでるのか教えてくれよ。いや、そこまではちょっと言えないです、プライベートなので。そのぐらい教えてくれてもいいだろ。俺とはるかの仲だぞ。今日は他の子で遊ばれてはいかがですか。当店でおすすめの新人の子が。俺ははるかとしかしない。他の子としたら浮気になるだろうが。痛いおっさんだな。はるか心配だな。お仕事休んでるようですが体調はどうですか。心配かけてごめんなさい。とりあえず今は大丈夫です。何かあったら教えてね。絶対に力になるから。ありがとう、アキラさん。大丈夫かな。はるかは頑張り屋だから無理してるのかも。次の日、今日もはるかが休みだった。はるかのことが心配だ。はるかの家に一回だけ行ったことがある。場所はわかるぞ。お願いだ、無事でいてくれよ。よし、このまま部屋に会いに行けば。あ、でもいきなり行ったら迷惑だろうし、ここではるかを見守るか。はるかだ。買い物？別に体調も問題なさそうだな。仕事に疲れて休んでるだけかな。はるかは頑張り屋さんだもんな。俺が癒してあげないと。おやすみ、はるか。愛してるよ。毎日はるかのこと見てたけど元気そうだったしよかった。今日から復帰するって言ってたし、いっぱい可愛がってあげよう。はるか指名で、オプションは全部つけて。かしこまりました。あきらさん。はるか待ってたよ。お仕事を休んじゃってごめんね。ああ全然いいよ。はるかは頑張り屋さんだし少しは休まないと。そんなにしょんぼりしてどうしたんだい、はるか。あのね、ちょっと言いづらいんだけど。何でも言ってよ。実は親の残した借金があるの。でももう親も死んじゃっていないし、こういう仕事してるから友達もいないし。もしかして休んでた理由って。ごめんね、いろいろ悩んでたら体が動かなくなっちゃって。こんなことを相談できるのアキラさんしかいないの。俺にできることがあれば何でもするから安心して。アキラさん、アキラさんに出会えて本当によかった。大丈夫、俺が何でもしてあげるから。愛してるよ。それからの俺の生活は遥かを支えるためのものになっていった。昼はご飯を運び、夜はいろいろな場所でバイト。休みなく働いた。1日3時間しか寝られないのはきつかったけど、それでも俺は充実していた。せっかく掃除したところ汚してんじゃねえ。使えねえおっさんだな。すいません。ちゃんと拭いとけよおっさん。はい、これ。毎回ごめんね、アキラさん。全然大丈夫だよ。前にも言っただろう、
俺はハルカのためなら何でもするって。でもなんだか疲れてる顔してるよ。なーに、このぐらい大丈夫。アキラさん、ありがとう。こんなに優しくしてくれる人初めて。このぐらいは当然だって。私、人を愛したことないけど、アキラさんのことは愛してると思う。俺も愛してるよ。もう他の男に抱かれてほしくない。でもまだ借金が残ってるし。それなら俺が借金を全部払うよ。今俺が住んでる実家を売ればかなりの額になるはずだから。でもいいんだ、はるかと一緒にいられるなら家なんて4畳半で十分だ。はるかもそう思うだろ。アキラさん、ありがとう。本当にありがとう。実家、結構な額で売れたな。まさか1000万超えるとは思わなかった。これで一緒になれるね。はるかにお金も渡せたし、あとは一緒に住むだけか。ちょっと狭いけど大丈夫だ。はるかは心が綺麗だし、こんなに狭くても愛してる俺と一緒なら問題ないって言ってくれる。今日ではるかの仕事は終わり。よし、迎えに行くか。今日はるかにプロポーズしないと。はるか驚くだろうな。え、そんな店が ここにあったはずで。とりあえずはるかに連絡を。はるか、お店がなくなってるけど今どこ。今日は君に重大な話があったんだけど、今すぐに会いたい。もしかして犯罪に巻き込まれたのか。待ってろよはるか、俺がいるぞ。はるか、無事でいてくれ。はるか、俺だよ、アキラだよ。はるか、出てきてくれ。今日ははるかに伝えたいことがあるんだ。お願いだ、出てきてくれ。おい、あんた、そんなに騒ぐなら警察呼ぶぞ。すいません。はるかのやつ、どこにいるんだろう。心配だ。悪い男に捕まったりしてなきゃいいけど。こんばんは。まずは都内で起こった巨額の詐欺事件についてです。1億円の金を騙し取ったとして、田中典子容疑者28歳が逮捕されました。はるか。田中典子容疑者ははるかという名前を使って風俗店に勤務。そこで親の借金などをちらつかせていたようです。お金は全てホスト店での交友費に消えているといいます。この件に関して田中典子容疑者は間違いありませんと容疑を認めており。そんなわけないだろ。はるか、そんなことするわけない。絶対にない。こんなの嘘だ。嘘に決まってる。俺の名前はアキラ、37歳独身。ご飯のお届けに上がりました。俺はこうやって温かいご飯の配達をしながら生活をしている。毎度毎度おせんだよ。はい、すみません。ほら拾えよ、お前の金だろ。ご利用ありがとうございました。でも俺はこんなことで怒らない。俺にはハルカという心の支えがあるから。ハルカ、逮捕されたのは他の人の罪をかぶったんだよね。俺には分かってるよ。ハルカは優しいもんね。俺はずっと待ってるよ。刑務所から出たら絶対に一緒になろう。俺はハルカを愛してる、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 愛してる。I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。